どうかな今。あ、まだ来てないか多分。コメント的、あ、ヤッホー、ただいま戻りました。よかった。ちょっと一旦配信切ったんですよ。そうなんかごめん、あのタイマー設定してて、私ちょそのタイマーが起動してからちょっとおかしかったんですよ。そうごめんね、ほんと。よかったよかった、戻れて。お代理19位じゃん。もしかしてまだ見てくれてるのかな。それはそれでちょっとあれなんですけど、ちょっと恥ずかしいんだけど。どこまで話してた？アトムの話をしてたのは覚えてるんだけど、アトムって何代目まであるの？私の記憶だと4。マルスの話をしてたんだ。そう、あのなんかあれリメイク版なんですかね。ちょ、私も知らない、私も知らないだけなんですけど、そう、アトムをモチーフ、嘘だな、ちょっと違う、なんかアトムを元にしてなんか作られた作品っていうことしか知らないから、もしかしてリメイク版なのかな、わかんない。アトムは私の認識だと4代目まである。うん、私の認識ね、これは。はぁ、え、もうそう、いや、あ、すいん、まあいいや。まず、あの、まあ、一番最初の白黒で、カラーになりたてで、私が見てた、まだ私が2歳とか、そこ赤ちゃんの時の、アストロボーイ鉄腕アトムで、去年やってたのが、ゴーゴーアトム、あれ、そう。ちょっとごめんなさい、本当に名前をド忘れしたんだけど、去年もあったんですよ、またあれ、そのアトムの全然また違うシリーズが。で、あと映画とかもあるみたいなんですよ。私それはちょっと全然知らないんですけど、まあアニメ、テレビアニメだと4作品かな。そう、でもなんかあんまり、私鬼太郎も好きなんですけど、鬼太郎は結構1期2期3期4期5期6期っていう感じなんですけど、アトムはね、あんまりそういう風になんか言ってる人見かけないから、なんかどうすればいいんだろうって思って。あ、やっぱゴーゴーアトムでやってた、よかった。そう、ゴーゴーアトムもやってたんですよ。私それは、それもまだ全然見たことないんですけど、そう、そんな感じですね。はい、あ、でもなんか実写もあるみたいですね。私全然知らないんですけど、あの内容は、その事実は知ってる。うん、そう、実写は、あの内容は知らないけど、事実、あの実写されてたのは知ってます。ちょっと、はい、ちょっと目が死んでたかもしれない今。そう、だから昨日はね、ちょっと本当にそのウランちゃんが出てきてくれたあの幸せもあってね、だいぶ、あの割と昨日はさ、その TDC の中止も発表されてめっちゃショックだったんですけど、ちょっとそれ見てだいぶ回復しました。そう、でも実写に関してはちょっと、あの見る手段がないんですよね。あの多分 U-NEXT もないから乗って、もうそうなるとね、あのもうこれはもうどうしようもできない、私は。そう、もうあのなんていうんだ、時代のもうやっぱね、やっぱ生まれるとっても前の話だから、そうちょっとダメですね、普通にダメだった。そう、そうだから昨日あったことはそんな感じです。はい、逆にさ、見たことあるよっていう人、あの私ぐらいの年齢で、あ、アトムの実写見たことありますよって人はどんな人なんだって思うんですけど、多分その時録画機能とかもないですよね。 DVD とかあるのかな、もしかして。ちょっとわからないんですけど、あ、 DVD もあるんだ、なるほどね。まあでもあんま興味はないかな今のところはね。ちょっと今やっぱアニメを追うのに必死だから、必死っていうかね、
それで思い出したけど、もうちょっとで冬の新作のアニメ始まりますね。私はでもあれも気になるんだよね。そうでもワンダーエッグプライオリティが気になってるかな。そう、はい。じゃあまあこの話はここら辺にして、次は何の話をしていきましょうか。今何時だっけ。はいはい、次は何の話をしていこうかな。そうだね、何の話をしようかな。いた何の話をしようかな。占いを信じる。まあ信じますね結構。占い自体が結構好きなので、うん、もう自分で占いの本買ってやってた。よく占いの話もよく聞かれるな。何みんな占い信じてないの。まあ信じるか信じないかあなた次第ってよく言うよね。そう、まあ信じる時もあれば信じない時もあるよ。はい。そうだね。なんの。ダウジング好き。ダウジング好きなんだ。私はまあ好き云々の話じゃないんですけどね。まあやったことないから。タロットとかお勉強したの。うん、そんなじゃないよ。そんなに本格的なもんじゃないんですけど、やっぱ小学生の頃になんかそういう占いの本があったの。誕生日占いとか夢占いとか手相占いとか、そういう本買うの好きで、夢占いは今でも割と時々やってる。そうだから私はね、割とね覚えてたらね夢の日記をつけるよ。そう、今日もなんか見たんだよね。でもあんまいい夢じゃなかったっていうのは覚えてる。あーちょっと思い出したわ。ちょっとねこれは、いやなんかね誰かに追いかけ回される夢だった気がする。割と怖かった。あと彩音がいた気がする。結構チームエイトのメンバーがいて、その中でも特に彩音を覚えてるんですけど、でもなんかメンバーじゃなくってもう全く知らない男の人に追いかけ回されるような夢だった気がする。なんか断片的に覚えてるのがもうそんな感じ。そう、そうなんかあんまいい夢じゃなかったんだよね。そう夢でよかったって割と思ったから、いい夢じゃなかったことだけは覚えておるね。はい、そうだね。まあでもそう、あと結構よかあの夢よかったなって思うと、そうなんかそれはねつけてる。アニメや漫画見るとき何を重視しますか。面白いかどうかですね。うーん、面白いかどうかかな。まあでも絵柄も割と気にする。私はそう絵柄も気にする。でもやっぱ面白いかどうかですね。面白いというか私に合うかどうかだね。 そっちの方が あれかも。そう、私が私に合うかどうかじゃない、なんか純粋に面白いなと思える。違うな、そうじゃない、やっぱ私に合う、なんかこのアニメは今後も見ていけるなっていう、そういうやっぱ好みってあるじゃん。その作品自体が面白くないとか全くそういうことじゃなくて、その好みの問題で、なんかこの話好きかもみたいなんだったら見るって感じです。まあ、何かを重視するってことはそこまでないけど、まあ、でも最近だったらオリジナルアニメを重視、オリジナルアニメだったらちょっと見るって感じなのかな。あんまり漫画のアニメ化はそんな見なくなっちゃったか。まあもともと漫画のアニメ化って意識して見てなかったのもあるけど、そう
だから私はあんまり脚本だったり監督さんとか、まあ作画はね割と気にするけど、作画というかあの絵柄って言った方が近いかな、やっぱ絵柄の好みもあるからさ。そうやっぱ多分一番そこをやっぱ自分にあの自分の好みとか考えに合うは違うな、自分の好みに合うかどうかとか、そうやっぱどうしてももうこれ以上見れないなって思う話今までいっぱいあったからね、その合わなくて私に、そうあのそれうんあったんだよね、そういっぱいある、そういうのは。声優さんには、うん、声優さんはそこまでかな、なんかまあなんか今までの作品の中にはこの声優さん出てるから見てみようっていうのはあったけど、全てがそれが全部ではないね。別にあのなんか、うん、なんかその声優さん好きな声優さん、まあ、まあ好きな声優さんって私そんななんかこの人が特に好きなんですってなんかあるわけ、たくさんなんかその特定のがあるわけではないけど、そうまああのこの声優さん出てたら見ようかなっていうのもそこまではあんまりないかなって思う、多分ね。そうたまたま見たアニメでハマったのある？夏目友人帳とかもそうだし、でも私のアニメのほとんどってたまたまなんですよ。そうあのやっぱアニマックスっていう環境でかくって、やっぱたまたまつけてた、たまたまつけたら夏目友人帳がやってたりとか、まあ夏目友人帳もマジでそうだし、あとはどうなんだろう、ハンターハンターも本当にそう、ハンターハンターも本当にそうなんですよ。ハンターハン連呼しすぎ、あのハンターハンターの一作目の方をアニマックスで放送してるのをたまたま見て、面白いっていうか、まあ、当時結構ね最初の方とかちょっとあのやっぱちっちゃかったからかちょっと怖くも感じた、割と幻影旅団編に関しては全然見れなかったんだけど、ちょっと暗い、全体的にあの画面が暗くてオープン、自分に合う作品に出会えると嬉しいしヘビロテしてしまう、めちゃめちゃわかる、それはそれはすごいわかる。そう私のほとんどやっぱたまたまです、アニメは。だってその小さい頃はあんまそのインターネット環境に触れることも全くなかったし、その頃普及したのかすら怪しいぐらいなんですけど、そんな昔じゃない、多分普及はしてたけど私がそれを認識してないっていう意味でやってたものをいろいろ見てたって感じ。コナンはあのなんかすごいもうコナンの大ファンですまではちょっと見てないんですけど好きですよ。そうでもやっぱりそうだな、アニメは最近だとやっぱりなんか新しく見ようって思ったのは、でもなんでなんだ新しく見ようと思ったものはでもやっぱそのオリジナルアニメを聞いたらちょっと見たいなってなるかな。そうまあでもそう本当に覚えてないんですよね。虫キングはあのちょうどゲーム私たちの世代ぐらいが結構流行ったんですよ、まあ、その時って結構あのデパートにあ、なんていうんだろうがあって、だいたい虫キングの隣、今だったらなんドラゴンボールヒーローズとかなのかな、ムシキングの隣にもあのおしましじゃないラブ&ベリーっていうゲームがあったんですけど、そう私はもうその時はずっとラブ&ベリーだったんですよ。まあ、ムシキングの存在ももちろん知ってたんですよ、男子がハマってたから。そうでもなんかアニメを見始めたのは結構最近で、なんで見始めたのかは全く覚えてない、本当に覚えてないんですよ。なんかマジムシキングをやってたとかでもないし、でもどうだったかな、 YouTube でたまたま見たのかな、全然覚えてない。なんか公式チャンネルにその時は1話2話だけ載ってたんだっけ確か、でそれで Unext にも載ってたから見たんですけど、
きっかけを全く覚えてないっていうのはいっぱいある。そう、おしゃれ魔女ラブ&ベリーです。あれはもう本当に小学生の頃めちゃめちゃドハマりした、ドハマりしました。あれはいというわけで、まあ結局アニメの話だったんですけど、今日はじゃあここら辺で終わりにしたいと思います。じゃあランキングを読んでいくよ。13位から、じゃあいくよ。13位イタちゃんさん、12位プッチニさん、11位ヘコミンさん、10位エイトウッドさん、9位モノサルさん、8位トモさん、7位アンアンティーさん、6位ライクウエストさん、5位ラミッツさん、4位タマクニさん、3位ナツメさん、2位カラスのカーコさん、1位がハヤちゃんさんでした。はい、というわけでね、今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、またね、ありがとうございました、またね。